城県にある190年続く木内酒造という日本酒メーカーが作るクラフトビールです。商品は、ローテーションでいろいろ変わってまして、フラッグシップのホワイトエール、あとはラガー、ニッポニアは、まあ、ほぼほぼ常備してるんですけれど、直接取引があるところは35カ国以上今あります、はい、でそこからいろんなところに行くのに多分50以上の国でネストビールは飲まれていると。日本国内で作ってるビールですので、どこよりもフレッシュ、味わいに感動されていると思います。